氏康は上杉軍から城と民を守り抜き、謙信を越後へ退けた。今度は信玄が北条領に侵攻、小田原城を包囲した。だが小田原は軍神謙信ですら落とせなかった県城。武田軍も5日を待たずして撤退した。信玄を撃滅する好機と見た氏康の息子たちは勇んで信玄の撤退を阻むべく攻撃をかけ、御馳峠で戦端を開く。氏康は息子たちを心配し、自ら援軍として出陣。氏康が行かば風魔も行く。氏康との契約を履行するため風魔は戦場に入る。必死よな氏康よ、氏康の子らの第2話、御馳峠の戦い、これも座興よ。兄弟で信玄に当たるなど無謀だったか。お助けください。したかね、氏康。留守の間子守をしといて。すぐに。ありがとうよ。礼はさせてもらうぜ。たっぷりとな。さて、まずは氏国と合流しないと始まらねえや。進め。下がれ！敗北条件変更！
北条も負けてませんね。信玄公に手を貸しますか。待て、我と遊んでくれぬか。行くぞ。うちらは戦います。ご恩に報いてお役に立ちて。宇治国様に代わって我らは主君を追います。分かった。だが絶対に死ぬんじゃねえ。進め。てめえは西から信玄の野郎を追いやがれ。海の虎、我が行って壊してこよう。蹴って踏んだくらいじゃ壊れねえ野郎だがな。弟よ、あとは頼んだ。父上をお助けしてくれ。こんな状況ないわ。そう簡単に信玄公には合わせませんで。敵のクエラ。行くぞ。待て信玄、差し違えてでも止めてくれる。北条家のため、宇治康様のため。いやよく死に場所を得たわ。こんなところで関東一の忍びの登場とは。やるだけやってみます。まだ時期落ちる。すぐお役に立て申し訳ない。
来るまで粘るのだ。あんたの相手が気が悪い。解散するぞ。開門。宇治屋様、ご武運を。親方様の王道を阻ませはしない。そして王道が前、今は武士の道を。私は親方様を信じて戦う。しかてしか神殿を壊せ。武士を壊れ。こんな状況ないわ。さんくさい野郎だぜ。逃がすんじゃねえ。進め。捕まえたぞ、シン。追いつかれたか。もはや遊びでは済まぬの。うねだと老人教えてやる。帰る奴なんざいねえよ。契約さ、臆病なガキとお化けのな。このままランス壊してやになるには臆病じゃダメ。勇気がいい。臆病が良い。勇気はダメだ。恐れを知らない人は傲慢になるだけだ。山や川を独り占めし、
好きに荒らすようになる。それは良い投資か。あ、お化けさん、僕が変な勇気なんか持たないように見てて。いい子犬だ。契約しよう。てめえと最初に会った時の夢を見た。ウヌはあの時の言葉を守る。いい子犬だ。契約守ってくれたな。無論。抜かせ。てめえの中身は代替わりしてんだろうが。だが、ありがとうよ、お化けさん。